どれ、あ、これ、この動画、見るわ。ちょっと配信ちょっとやめるわ。あ、ほんまや。ちょっと一回ミュートして、ミュートして音声聞いていい？いや、ミュート。ほんまやな。あ、ほんまや、ほんまや。X に貼ってるわ。X のマガサスカイに貼ってるわ。このアカウント。これが一番わかるわ。これ。これが一番もう切り抜きしな。うん。やってるわ。ここ。え、これ全国ニュースなんの？あれ神社のやつやんな。これ墓場、なんなんこれ。これ墓場？どこ行ったんこれ。いや、自分で仕込んでもよ、これアウトやろ、多分。うん。仕込みにもこれ具合悪いぞ。ちょっと仕込みでも、うん、こんな仕込みするかな、殺しちゃったら。宗教系やばいぞ。ちょっと待ってな。ええとこでちょっと止めるわ。あ、これだよな。うん。これを切るんよ。バチって。これを。どこの神社これ。で、この切った縄を今度燃やすんよ。でもこれ仕込みじゃないと思うけどな。位置が低い。で、これを結界って言ってるから、この結界を解くから言って、これバチッ切んねん。うん。何燃やすの？この切った縄やんか。この切った縄を燃やすんよって、ポワって。中ちゃんやばいか？中ちゃんベッドやけどね。この人はね、締め縄も、燃やすよ。締め縄を。うん。確か、あ、岡山の人な、この人。マガサさんって。この神社、どこの神社特定して。この神社わかる人特定して。特定。何神社？わかる？これだけでわかる？
親友のジジイさんが知ってる？ジジイさん今配信中？あ、ひよこん誘われとってんや。配信してる？マガサ何してんの？バカなの？マガサスさん。マガサしすぎ。マガサしすぎ。386、見て、なんで、386はなんて、コメント欄。あー、TikTok で、TikTok でバズったんや、これ。うん。TikTok でバズったんや。マジで最初で、嘘やろ？嘘やろ？ちょっと待って、タイトル変えるわ、タイトル。うん。なんか言いたいタイトルない？タイトル、ちょっと待ってよ、これでは。これでか、これでな、タイトル。一応これね、うん、これこの神社のこのしめ縄あんねんな。このしめ縄をぶっちぎ、ハサミでぶっちぎるわけよ、貯金って。貯金ってぶっちぎって、その後これの配信のシーンかな、まあいいか、ちょ、ええー、とこで止めるわ、映らんように。いきな、まあ、こういうふうに燃やすわけよ。うん。こういうふうに縄を。OK。切った縄をそうやって燃やすわけよ。あ、火つけようか。で、この配信にひよこんとか誘われたらしいな。で、この件に関して一番詳しいのがジジさんらしい。ジジさん、ジジさんがむちゃくちゃ詳しいらしい。これさ、さっき神社許可取ってなかったかな。うん。
あ、村のみんなで管理してて今日が自分の当番やったらしく仕込みでつけたみたいですよ。え、っていうことはマガサスさんってこの神社の人と仲がいいってこと？村のみんなで、じゃあ岡山の神社なんや、管理してて今日が自分の当番だったらしく仕込みでつけたみたい。うん、聞こうか、じいさんに。ふわっち炎上ステーションがね、ちょっと電話行く予定。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。じいさん、お久しぶりです。お久しぶりです。何やらマガサスさんの件で。あの、元気しますか？元気ですよ。あ、そうですか。はい。最近どうですか？配信の方は。配信、でも、過疎ってきてます。もうめちゃくちゃど過疎になってきてますね。あ、そう。え、なんで本当に。助けてください。ま、もう、巻き打ち行きまくったら、じいさん。巻き打ちですか？うん。あのね、この間やられたことが、うん、あって思って、うん、みんなからね、うん、パチオチがもう年金日間近やったから、うん、もうみんなで遊んどって花見の時に、うん、何人かからパチオチに出演料1000円ずつちょうだいっつって、うん、渡したんですよ、パチオチに、うんうん、その時キャリーちゃんとかもおったんですけど、うん、ほんならね、とりあえず、パチオチ帰るってなって、タクシー乗りやって言って、さっきのお金もあるしって言って、うん、乗してね。で、その後ろのタクシーに僕ら乗ったんですよ。うん。ほんならもう、南の途中で降りてね。うん。あれって言って、前の人降りるみたいですよってタクシーの運転手さんが言って、うん。パチオチ歩いて、コンビニとか寄って、うん。磯市の帰り方聞いてるんですよ。うん。めちゃめちゃ腹立って後ろからつけていって、うん、僕らもタクシー降りてね、うん、ほんでパチオチ詰めたらお金かやるわっつってバーンってさっきの集めた千円札を投げつけられて、うん、おうおう、これ俺根に持ってるんですよ。あ、マキウチのその金叩きつけられたことに関して、はい、あ、そんなんあったよ、知らんかった、全然。とんでもないジジイですよあれ。へ、うん、で、マガサさんですね。あ、そうそうそうですね。はい。え、ジジさんとマガサさんで、仲いいんすか？仲いいっすね。あ、今でも？あ、今でも仲いいっす、ね。いや、俺、マガサさんがさ、無期限でびっくりしてね。はい、あ、そうなんですよ。うん。え、マガサさんって、大阪の人ちゃうよね？岡山っす、ね。岡山なんや。はい。で、舞台はあれ、岡山になります。あ、舞台は岡山。これ、配信で話大丈夫なんす？大丈夫っす。あ、いけます？いや、だけど、変に掘り起こしたら、マガサスさんが、うん、一般人として勤められるかもしれないですけど、でも、一般人としてね。一般人として、うん、あなたどうなってんのって言われるかもしれないけど、うん、これでもマガサスさんも望んでるやろうから、うん、弔いのつもりで言っちゃいます。マジで？はい。え、僕動画見たんがね、その神社の鳥居あるでしょ、はい、鳥居。鳥居のところに締め縄があったんですよ、バーってね。はいはいはい。で、その締め縄をハサミでちょん切って、チェーンソーじゃないですか。チェーンソーなの？ハサミじゃないですか、あれ。はい。チェーンソーですね。え？小型チェーンソーで、切ってましたね、うん、多分僕が見たのでは。え、ハサミないんや、あれ。ツイッターの動画にハサミで切ってた、ハサミで切ってました、その時は。チェーンソーのあれ。あの人ね、うん、何回も仕込んでるんですよ、あれ。え、どういうことあれ。あれね、うん、
多分ね、うん、あこの神社の持ち主がもういないと思うんですよ。神社の持ち主がいない。いない状態で、はいはい、ほんで近所で持ち回りで神社を管理するっていう。ああ、地元のつながりのやつでってこと。はい。はいはいはい。で、これも言ったらあかんと思うけど、マガサスさん、とんぐらいのつもりで言うんですけど、はい、マガサスさんって地元の消防団に入ってるんですよ。地元の消防団、はいはいはい。はい。これプライベートマガサスさんなんですけどね。うん。で、地元の消防団入ってきて、そこの神社の当番もあるんですよ。うんうん。ほんで、自分の当番の時に、うん、あのね、あれ配信もね、20、30って撮ってるんですよ。どういうこと？俺がこんな配信するからみんな驚いてね、みたいな配信も撮ってるんですよ。うんうんうん。TikTok で。うん。で、それをやった上で、ふわっちに行って、誰かにコラボしてびっくりさせるぞっていうのを、こんなん騙されるやつバカだからとか言ってやってたんですよ。うんうんうん。はい。でそれで、あのしめ縄をチェーンソーで切ったり、あれ何本も用意されてるんですよ、しめ縄も。あ、事前に仕込まれてるんや、あのしめ縄で。仕込まれてるんですよ。うんうんうん。ほんで新やっちょさんの配信とかでもコラボしてもらって、うん、結構 CM さんノリノリで見てくれてとかあったんですよ、うんうん、あ、そうなんや。はい。結局はあの持ち回りで自分の当番の時に、うん、あ、神社ちょうどええかなと思って、うん、心霊と罰当たりのことをするっていうのがマガサスさんの遺言ですね。あー、罰当たり配信ね。罰当たり配信で沸かすぞっていう。うん、ちなみにね、その TikTok でバズったんですかね、それ。いや、新やっちょさんの方はバズってたみたいやけど、うん、マガサスさんの方には70人ぐらい。70人これやったらあかんわ、もう無期限とか。リスキーすぎるわ、マガサスさんバカなの。70人ぐらい、ね。70人。で、フワッチは何人ぐらい？いや、フワッチはもう未知数ですね。ヒコポンとかとコラボしたりやってましたけど、うん、で、ヒヨコンさんには無視されたっつって、すごい怒ってます。あ、無視されたヒヨコン。はい。この扱いなんだっつって。うんうんうん。俺の方が先輩やぞ、みたいな。え、でもね、その神社でさ、はい、持ち主がいないんでしょ？持ち主がね、多分ね、管理できる人がいないんですよ。もう老化してるか、うん、神社自体が手に負えない状態になってるから、うん、地域で管理してるんですよ。あ、地域で管理。はい。ああ、それでまた。それの、うん、それの順番がマガサスさんに回ってきたんですよね。うんうん、これプライベートマガサスさんに。うん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 。でも消防配信に利用したのが、うん、え、でも一応消防団員入ってるんですよね。消防団。だから、みんなやめてくださいよ、追求すんの。消防団員が、それも配信で、それもやし、やばいでしょ。やめてくださいよ。神社特定しゃあかんよ。絶対に。神社特定あかんよ。あかんよ。岡山やけど。岡山やけど。あかんよ。うん。岡山奥の神社。何してた？あかんよ。それらしいんですよね。どうやら。何市？岡山の。え？何市？あれ。いや、わかんないですね。家まで行ったことあるけど、うん、もうすげえ山奥で。うん。何しかどうかわかんないですね。市なのか何なのか。ああ、村なんか。もう本当に全然わかんないとこですね。あ、それはレベルなんや。はい。消防団員、なんや一応。消防団員何するんですか、それ。いや、だから地元の、消防署を作るまでもないけど、うん、火事があった時に集まってすぐに行動できる、っていう感じなんじゃないですか。あ、火消し役、火消しか。だから消防署を作ったら無駄になるけど、うん、消防団員は、いけるじゃないですか。あー。はい。火消し屋みたいな感じか。そうですね。うんうんうん。じいさんね、この案件は、はい、火消しできないよ、はい、俺。いや、これ、燃やします？燃やせるかな？
でも燃やせるんだったら燃やしてあげた方が供養になると思うんですけどね。燃やしがいい。はい、うん、天然さんの力で。テレビ局行きます？マスコミ、マスコミ行きます？大丈夫ですか？マスコミ、あの、あるっすよ、あ、連絡先ねえ、取り扱うかどうか知らんけど、迷惑配信で。え、でもこれさ、地元の消防団にバレたら事件になるんちゃうんですか、これ。いや、その可能性もあるから、うん、だから、マガサス本体にはどうなんかな。でもあれぐらいのことはやってるからね、うんうんうん、あ、終えたいんかなと。え、それ地元の消防団員はこんな配信するっての知ってるんですか、これ。いや、絶対知らないし。絶対知らないの。じゃあもうその地元の消防隊員が、うん、ひた隠しにしてますからね、あの人。あ、そうなんや。はい。じゃあでも地元の消防隊員こんなバレたらさ、はい、追放案件ちゃうんですか、これ。まあそうでしょうね、普通に考えたら。うんうん。でもまあ、マガサスさんも忙しいらしいですからね。うんうんうん。普段は。消防、なんか、親御さんの介護とか、うん。ちょっと今、忙しいらしいです。あ、そうなんや。はい。なんでこんな話してるの？消防団員は辞めさせてあげたらいいんじゃないですか。消防団員を。はい。うんうん。あ、サムハラ神社。あ、もうそんなん割れてるんですか？割れてます、割れてます、もう。サムハラ神社や、それ。うわ。田舎の消防団、やばい、うん、なるほどね。じゃ地元の消防団今知らんのことか、これ。多分町内っていうことでしょ。町内のこんなん知った、はい、怒るんじゃないん、これ。いやー、罰当たりですね。でしょ。はい。もうでも、もう燃やしちゃってください。あ、わかりました、わかりました。はい、すんません、すんません、わかったわかった。ありがとうございます。ありがとう、理事さん。はい、はい、失礼します。オッケー。サムハラ神社で燃やしたらしい。サムハラ神社。大事になる？大事になる？俺えらいもん掘っちゃったかな。うん。神社あかんわ。なんかこれ無期限になったんで、これか、うん、これほんまにチェーンソーな、これ。見ていい？もう一回見ていい？チェーンソーな、これ。ハサミちゃうの、これ。え、ハサミやんの、これ。赤いハサミ。あ、YouTube の方がチェーンソーなんや。X 字貼ってるのは、あの、ハサミ。あ、そうな。俺一緒や、ほんとは。え、じゃあ、二回やってるわけ？これ。サムハラ神社。神社の名前。え、ちょっと、YouTube もう一回貼ってくれへん？ごめんごめん。俺一緒やと思ったわ。いや、仕込みのこれ具合悪いわ。うん。仕込みの具合悪いわ、これは。配信的にな。勘違いするもんな、一般人が。こいつやばってなって。何分ぐらい？これの。10分30秒あたり、この辺か。あ、ほんまや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 。
これね、ヒコポンとコラボしながらさ、画面、二つ割りでやってるわ。うん。ちょっと、ええとこ止めるわ。ええところで、ちょ待てよ。バカだな。これ、ここがちょうどいいんちゃうか。うん。ここ。これチェーン数切ってんね、今。これ横にヒコボン映ってるわ。この時の閲覧が60人。60人。この60人やるような内容ちゃうぞ、お前。チェーンソー見せ、チェーンソーあるかな？ちょっと待ってや。チェーンソー。あ、ここでは。うん。これ。これな。チェーンソー。これでこの後ろの名をぶっちぎるわけよ。OK？ んで、この時にヒコフォンが一緒におるわけよ。もうちょ、音声載せられへんからさ、これ。ヒコフォン止めなあかん、これ。そんなしダメよて。なんぼ仕込みでも。仕込みを止めなあかんわ。YouTube だ。みんな見に行ってる？ 10 分30秒ね。で、このしめ縄を燃やすわけよ。こんばんは。このしめ縄を燃やすわけ、バシって。で、一応これは仕込みらしいけど、まあ、配信で拡散しちゃってるもんやからさ、普通に配信を見てる人っていうのは勘違いするよね。ここ燃やすよね、後で。動画でヒコポンが悪霊退散言ってる？シミナー燃やしあかんよ。燃やしあかん。燃やしあかんねんけど、一応このシミナーは一応仕込みらしいけどな。いや、鳥にぶら下げたまま燃やすんだけど、一回切るわけよ、チョキって。で、切った後、